2007年のジロでイタリアにて、マリオ・チポリーには、イタリア出身の自転車プロロードレース選手。1989年プロデビュー。2005年に引退。2008年に現役復帰。主に、ステージレースを戦場とし、プロ通算191勝を挙げている。ジロでイタリアの通算最多勝記録保持者であり、他にもツール・ド・フランスで通算12勝を挙げているか、 世界選手権、ミラーのサンデモなどのワンデイレースクラシックでも勝利した。ライオンキング、スーパーマリオなどのあだ名で呼ばれるスプリンター。189センチメートル、76キログラム。デビューした1989年にいきなりジロで、イタリアで、ステージ優勝。1992年には、セミクラシックのヘンとウェベルヘムを制し、ジロでイタリアでは、ポイント賞を獲得。 一流スプリンターの座を揺るぎないものにする。1993年にはツールド・フランスでも初勝利。以後も着実に勝利を重ねていく。1997年にはジロでイタリア5勝を挙げて2度目のポイント賞を獲得。ツールド・フランスでも2勝。1999年にもジロでイタリア4勝。ツールド・フランスでは4ステージ連続優勝という新記録を打ち立てた。 この頃が彼の第一の絶頂期である。2000年のジロは、持病のズガが,が原因で出場が危ぶまれ、アシストのファニーニをテレコムに引き抜かれたこともあり、結局一勝に終わるが、2001年は、再び4勝をマーク。2002年には、強豪ロンバルディをアシストに加えるなど戦力が充実したこともあり、第二の絶頂期を迎え、ツアー開幕戦のミラノ3連覇で、 念願の勝利を果たし、続いて3度目のヘンとウェベルヘム制覇を達成。ジロでイタリアでも自身最多となる6勝を挙げて3度目のポイント賞、獲得。さらにはベルギーで行われた世界選手権をも制した。2003年のジロでは頭角を表してきたアレッサンドロ、ペタッキに苦戦するが第8、9ステージと連勝。アルフレッド・ビンダの41勝を上回るジロ42勝目を あげた。2005年4月28日に、ミラノで記者会見を行い引退を発表。ジロでイタリアのプロローグでのデモ走行を最後に一度、現役を退いた。この年の主な成績は、ツアーオブカタール第4ステージ優勝、ジロデルッタ・プロバンチアルカ優勝である。引退後は、リクイガスでスポーツディレクターを務めるなどしていたが、2008年に、 コンチネンタルチームのロックレーシングと契約ツアーオブカリフォルニアで現役復帰したしかし同チームがミラーの三連網に招待されなかったことを受けすぐさま引退を表明2009年からはイタリアのコンチネンタルプロチーム ISD ネリのチームスタッフに携わっている2013年7月24日フランス上院のドーピング調査委員会は1998年の ツールドフランスで採取した血液サンプルの調査結果を公表。総合優勝のマルコ・パンターニア・ポイント賞のエリック・ザベルラと共にエリスロ・ポエチンを使用していたことが明らかになった。ありがとうございます。